果の件ですね。この続きやらせていただきたいと思います。これ映すか。さて、記録を映すでいいね。これをここに映すと。はい。アラフェン寮、カートレー寮を抜け、リンたちはようやくキアラン寮へと入った。しかし、今のキアランは、皇帝って読むのかな、ラングレンの支配下にある、リンの抹殺を図るラングレンの部下は、ある特殊な兵器を用意し、リンを待ち受けていた。はい。これやるの何ヶ月ぶりかなって感じですね。謀略の渦。はい。見てる、シロック。山が遠くなってきたわ。これね、主人公リンはポニーテールしてて、すごくいいですね。はい。ずいぶん遠くまで来たのね。リンディス様、シロックさん。ここまで来たら、それまであと少しです。こっからなら、急げば2日ほどで城につけるでしょう。急いでも2日。おじい様。リン、元気出して、リンが暗い顔してると、みんなまで悲しい気持ちになるわ。フロリーナ。そうね、悩んでいても仕方ないわね。それより一歩でも確実に前に進まないと。うん、その調子。リン様大変だ。何か危険が。何ですって。って言っても今のところ何も見えませんが。でも強く感じます。リン様、動かないで。え。弓隊がいる。おお、狙ってきてた。何？これは一体。シューターです。ラングレン殿も必死だな。こんなものまで持ち出してくるなんて。シューター、それは何？離れた敵を攻撃することが可能な兵器です。弓を操るアーチャーにしか動かすことができません。あ、フロリーナちゃん、飛んじゃダメだよ。シューターは弓だから、君は隠れている方がいい。有効な戦略はある。体力のある者が劣りになり、矢を打ち尽くさせるのが最も安全でしょうね。あとは近づいて乗っ取る奴をやっつけて奪うかな。ウィル、あなたシューターは扱えそう。やったことないですけど、弓なんですよね。だったらなんとかなると思います。どっちも試せそうね。いいわ、とにかく応戦しましょう。はい。あ、リンディス様、シロックさん。この後俺、野暮用で抜けますんで、俺の持ち物でいるものがあるなら交換しといてください。そうか。だいぶ増えましたね、仲間がね。鉄の弓か。弓はね、これが使えるのか、弓。じゃあこれと交換しておこうか。はい。これでいいですね。これでユニット選択。いやー、これは難しいなー。9人か、選べんの。誰を選んだ方がいいのかね。まあ、リンは間違いなくいないといかんから。あ、リンはあれか。リンは主人公ですからね。で、セインはいるでしょう。セインとケントは絶対いると思いますね。はい。で、ユミももちろんね、ユミ隊使えるやつね。ってことはラスも入れといた方がいいってことかな。で、ドルカスもね、入れときましょう。で、フロリーナ。あ、全部入るか。全員入るか。もういないもんね。あ、結局全員入りますね。よかったよかった。はい。南の丘の向こうに見えるのがシューターです。ケントが話していたようにアーチャーが使用できる武器です。
シューターの攻撃範囲はとても広く、遠く離れたユニットにも攻撃することができます。攻撃、反撃を受けずに一方的に攻撃できるとても有効な武器です。使い方はユニットの乗っていないシューターの上にアーチャーを重ねて乗るというコマンドを選びます。あとはいつも通りに攻撃をします。そしてシューターは乗ったまま移動することも可能です。シューターは敵も味方も使うことができるものです。今シューター乗っている敵ユニットをやっつけ、味方で使うことができればきっと戦い楽になるでしょう。はい。まあ、このね、劣化の剣はですね、あれ？一人しかないやん、リン。これ間違えたか？間違えたね、これ。選び方を。これあれやな、一回閉じるやな。間違えたね、今なんかその仲間選ぶときにちょっと間違えたみたいな。中段から始めたらあかんねんな。ここからですね。またもう一回 やり直しですね。はい、始める。これ飛ばせますから。はい。はい。はい、これでいいな。はい。セインでしょ？一人選びますよ。ケントでしょ？で、ウィルとラスト。ドルカス。はい。で、セイラ、フロリーナですね。これでいいんちゃうのかな？今選んでますもんね。はい。あれ？なんで一人なんの？どういうこと？どういうことなんやろな、これ。わけわからんな。ちょっと待って、なんで？なんで仲間一人になってんの？これ中段からしたら、こっからなるもんね。どういうことやろうな。やろうな。あ、ウィルじゃないわ。あ、そうか。抜けるのは、あれか。これやね。ラス。そうか。何もでも持ってないからいいんやね。ユニット選択。はい。一応これ全部選べたから、いいと思うんですよね、これで。7人、あと7人選べますってどういうこと？ちょっと待って。これ、あれか。こうしないかんのか、逆に。この状態ってことや。だから、ちょっと待ってや。マシューは外すって、ルセア、これあれか魔法使い系やんね。どうしようかな、エルク。エルクとルセア。ルセアの方が強いのかな。魔法使い系一人入れとくとすれば。
セーラー回復系やもんね。絶対いた方がいいもんな。フロリーナ外すとこか。あれが、アーチャーちゃうわ。シューターがいるからね、今回は。ルセア入れて、ニルス、すごいな、ニルスレベル1。まあ、いいか、このメンバーで。ニルスレベル1やろ。ラスの方が強いもんね。うん。これでいくか。はい。はい、これ OK ですね。さあ、このシューターをなんとかしないかんってことで、体力が強いやつにね、これあと何発残ってるかってどうやって見るんやったっけ。これか、アーチャー鉄の弓。ちょっと待って、あ、そうか、シューターは何発かわからんねんね。あ、いや、ボスはどれや。ボスはこれがボスか。あ、容疑、こいつがボスっぽいですね。誰かおとりになった方がいいってことやな。ドルカスの方がね、防御は強いやつがいいですよね。おとりになるの。守備3。あれ？守備弱いやん。守備弱いね、これ。守備8。守備強いやつにおとりになった方がいいから、守備6。守備7。これが一番強いんか。守備が一番強いのこれか。これおとりになった方がいいと、これがおとりになる方がいいってことやな。この辺にいてもらって。待機。これで一旦ちょっと就労してみましょう。あ、そっち狙ってくる？あ、ミスやった。ミスやったからよかったけど。倒すか、こいつを。とりあえず。あ、届かないな。命中力、うん、命中しますね。命中率の方が大事らしいんですよね、このゲームね。これで倒すか。あ、持ち物ちゃうっつに。あれ？あ、そうか。弓やから離れたとかやらなあかんねんな。100% ですね。いけそうですね。結構これこっちに回るの遠いなぁ。こいつ倒して回っていった方がいいかもしんないね。この程度の敵に何を手こずっておる。もっと手下を呼んでこい。一気に片付けるぞ。
ああ、これ増援来るのかな、じゃあ。あ、来た。うわ、馬が来た。倒した。強いね。はい、レベル上がった。結構狙ってくるな。やば。おお、一発で倒したね。おお、狙ってきた。闇魔法ですね。ちょっと待った。届くかな、これ。届かないな。あ、完全解雇しないんや。カスを戦ってもらおう。命中率低いな。はい、97%ですね。はい、倒してもらうか。うわ、結構強い。はい、倒した。強いですね。倒した。はい。うお、狙われた。ならず者みたいなのがいるな。まあ、こいつ倒すか、まず。命中低いなぁ。こっちにしようか。はい、いいや。はい、こいつはちょっとな、この辺のメンバーで倒すのはちょっときつそうな気がするな。これに行かせるか。三すくみというものを覚えているかの。剣が斧に強くというあれじゃ。ところが、じゃ。
世の中には広い、世の中は広いものでの、この常識が通用しない武器もあるのじゃ。ランスバスターもその一つでの、三足目が逆転する剣なのじゃ。つまりこの剣を装備していると剣は槍に強くなるわけじゃの。ただし、斧に弱くなるから気をつけ、召されよ。じじいの長話を聞いてくれた例じゃ、これをお前さんにやろう。何に金銭でよいて、どうせ馬車には使えないものじゃからの。相当剣を使い込んでいるものでないと使いこなせる剣ではない。お前さんが、方に使えるものがいればよいのじゃが。ランスバスター、ね。手に入れましたね。まあ、剣使えるのつったら、まあ、凛になりますよね。時間がなくなりましたね。もうあと1分ぐらいしかないです。この辺敵いないよね。前進するか。3しかないやん。この人に解雇してもらうか。ああ、そうか。こっち行けないのか。こっから解雇できるんかな。あ、できるますね。ライブ。あれ？横しかできない。はい、続きやりたいと思いますね。はい。こいつ倒しましょう。そうは。こっから狙えるね。はい。遊牧民なんで結構強いですよね。狙ってくるね。あ、やば。やばいな、俺。あ、死んだ。マジか。むずいな、この目。これまたやり直しですよ。クイックセーブもしてなかったもんな。マジか。ちょっと今日はこんなもんにしときましょうか、このゲームね。あ、でもまあ、もう一回やるか。しょうがないな。あ、そうか。中断、こっから、あ、そうか。中断したらこっからなるんやね。いや、むずいね。ファイアングレムは向いてないんですよね。下手くそなんでね。友達のプレイをずっと見ててもね、全然学習できてないっていうね。
下手くそだけどゲームのシステムが好きだからやってるようなもんですからね。はい。もう持ってないからいいよね。はい。これをやめといた方がいいな、フロリーナ。ルセアの方がいいかな。はい。これやり直しになるとね、今までプレイした時間が無駄になりますからね。これこの面クイックセーブした方がいいな、僕みたいな下手くそな人間にはね。じゃ早速もうこっちに進んでいきましょう。はい。まさかリンが死ぬとは思わなかったな。主人公が死んだらね、もう一巻の終わりですからね。まあどっちにしても仲間が死んでもリセットですけどね。うわ、やば。ちょっと待って、いきなりやばいやん。ちょっと回復やな、これ。あ、回復持ってないのかい。回復持ってないか。そっか、ここにいるもんな、回復できる人が。ちょっと逃げるか、しょうがないな。でも届くな、これ。倒そう、もうこれ。はい。100% です。この人もやばかってんな。傷薬使っとこうか。これでいいや、とりあえず様子見ましょう。はい。ああ、今のはこっちやったね。うわ、むずい、この面むずいわ、ちょっと。リセット。いや、今日全然ダメやな、調子悪いな。この面ちょっとね、今までの面と違って難易度高いですね。これはむずいな。全然進まへんやん。
これあれニルス入れてみるか一回。あ、これ抜かせない感じ、ね。はい。はい。とりあえず、セーラは、あれやな、この辺にいた方がいいか。ドルカスを前に持ってきて。そう、リンにあの、村に行ってもらうか。剣もらえるから。はい。で、これはもう、シューターのとこに行ってもらわないかんからね。あ、そうか、これ移動、これあれですね。再移動できるキャラだったんですね。あ、そうか。戦うキャラじゃないんですよ。もう一回動かせるようになるんですよ、これでね。これ使えば。そういうキャラなんですよ。やばくなりやすい気がする。98%。強いですね。で、これで、あ、入れないのか、まだ。次ぐらいじゃないと入れないか。100% ですね。で、倒しました。はい。ここでクイックセーブしましょう。もう、まめにしといた方がいいな。ターンごとにね、クイックセーブしといた方がいいかもしれない、俺の場合は。へったくそですからね。うわ、敵おるなぁ。あ、命中率悪いなぁ。90% ね。
っか、これね、狙える範囲にこんだけ狙えるってことやもんな。はい、これでいい。これだけか。96%や。繊維回復させなやばいな。うわやば。あーマジかー。ダメだ。今日はやめときましょう。全然調子悪いですわ。そうか、全然進まないだ、これじゃあ。まあでもまだやりますか。これはむずい面ですね、ここ。こいつがおるから難しいんですよね。おとりにするって言ったって、残り12発もあるんでしょ。そんな待ってたらキリないやん。どうするかな。ちょっとこれ、7しかなかったのか。回復させなあかんかったやんな。ちょっと待って、これで終了ってやったらどうなる？やっぱ死ぬんや。そうか。これもう、この状態でダメなんですね。この、なんていうの？このロードの状態は。で、回復できないもんね。これもう、回復してるし、してるというか、もう使ってるからもうダメやし、回復する術がないもんね。あ
れが当たらない時じゃないとダメってことやな。これもしうまくいったとしても。どっちにしてもこれリセットですね。これ最初からですね、これ。でもこれ動かしてるからもうできないですね。傷薬使える人もいないし、今、ここにもう使っちゃってるからダメやし。これはやり直しやな。またこれあれですね。再起動。なんていうか、またセーブデータ最初からやり直すってことですね。今日はやめときますわ、これ。ちょっと無理ですね。なんか、調子悪いわ、今日は。なんか知らんけど。全然進めない。